ね、これ。イエローはもう辛そうでしょ、これ。うん。あ、辛っ。辛いな。あ、でも美味しい。うん。グリーンカレーチャーハンを作ります。材料なんですけど、お米、まあチャーハンなんで、まあお米大事ですね。お米ちょっと固めに炊いた方がいいかもしれないですね。で、まあ卵ですね。で、まあ、ほうれん草、これグリーンカレーの色を出すため の、 あの緑のチャーハンにしたいので大事ですね。でココナッツパウダーですね。ベーコンですね。大きい太いの1枚。で、これがペーストですね。グリーンカレーペースト。で、乾燥したこの桜エビですね。で、1パック分ぐらいですね。で、まあ、バターできるように、ちょっと味を整えるためにナンプラーで作っていきます。まあ、ちょっと大きめにですか、ね、食感が残るような感じで、ほうれん草はちょっとここの下の茎の分ちょっと軽く落とします。で、まあ、ちょっとミキサーに回したいので、そんな細かく切らなくても大丈夫ですね。ミキサーに入れていきます。ココナッツパウダー、インカレーペースト。結構辛いんですよね、これ。青唐辛子なんでね。一袋分ですか。1袋分入れます。結構辛いで、2つですね。で、まあ、軽く、こんな状態ですね。結構もう匂いが辛いです。ちょっといいか。そうですね。最初からも合わせて。はい、こんな感じですかね。うん、はい、これをチャーハン炒めていきます。ベーコン、桜エビ、炒めた方がエビは香りが出ますよね。1、2分ぐらい炒めれば、バターもうちょっと入れたい、うん、もう 10g、
で、お米をキーをつけるようにこう広げてもらって、弱火ですね、弱火でお米を焼くようなイメージで水分を飛ばして焼き色をつけるというイメージですかね。これ鍋はね、テフロンの鍋でやってください。はい、アルミの鍋だったらくっついてしまうんで。おー、いいですね。こういうことですね。こういうお焦げができたというか、こんな感じ。なるほど。仕上げに、これぐらい炒まったら仕上げにナンプラーを入れていきます。これも水分がもうここで、水分なくなってこういうちょっとお焦げみたいな感じになってきたら完成です。うん、これぐらいかな。風味がつけばいいので、はい、完成です。はい、匂いがね、辛いです。辛かったらね、こんな感じですね。はい。で、おう、ちょっと、おう、これでは問題ない。おいしい。グリーンカレーチャーハン完成です。それではいただきます。これね、これ色はもう辛そうでしょ、これ、あ、美味しい。あ、辛あ、辛いな。あ、でも美味しい。うん、おいしい。ちょっと卵を崩して、あ、いいですね。こんな感じですかね。いいですね。あ、卵あったらだいぶまろやかになりますね。これも家でも作れると思うので、ぜひ作ってみてください。タイ人もびっくり。